はい、それではオブダクションの実況を始めていきたいと思います。はじめましての方もそうでない方もよろしくお願いいたします。このゲームはですね、ミストシリーズの精神的続編と言われているゲームですね。前からやりたかったし、でミスト5の最終回にね、コメントでオブダクションやってくださいっていうコメントが結構来たので、今回からやっていきたいと思います。はい、それでは始めからやっていきましょう。はい、じゃあいきます。はい、この辺はね、私試し撮りしたので分かってるんですけど、どうもキャンプ場らしいですね。で、お気づきの方おられるかもしれませんが、画質をねだいぶ下げてます。普通にプレイする分には最高画質でいけたんですけど、動画撮りながらっていうのが結構きつくて、なので画質は相当下げてます。で、操作方法は、WASD ですね。で、C は、クラウチではなくって、カーソルをこうやってフリーにする。で、もう一回押すと、元に戻ると。イメージとしては、ウルの一人称視点モードみたいな感じかな。はい。じゃあ、早速、やっていきますかね。すべてを失ったって、相当ですよね。なかなかないよ。ちょっとね、これが誰かあんまり分かってないんですよ。なんか空から降ってきましたね。今喋ってるのが、これ主人公なのか、主人公のなんか母親とかそんな関係なのかがちょっと分かんないですね。うん。No swimming。 いや、もう今暑いからさ、泳ぎたいよ。なんだろう、キャンプ場だからあれかな、ジェイソンでも出るのか。うん。で、use only designated campfire pits。ピッツってゴミ捨て場とかだっけ？要は多分キャンプで出たゴミだけ捨てろよってことかな。じゃあここゴミ捨て場？ゴミ捨て場からスタートしたの？俺って。まあいいや。あっちに焚き火が見えるんで、あっちに行きましょう。こんな感じかな。うん、光ってさっき空から降ってきたやつかな。空を横切っていった。ああ。あれ？あっち行きましたね。うん、まあ。とりあえずあっちに行けってことかな。いや、画質、だいぶ画質落としたけど、でも綺麗よ。ほら、この火の揺らめきとか、すごい綺麗だよ。うん。炭とかさ、捨てろよな。幸運の先触れ？あれが？こっちかな？うん。庭？誰一人理解してなんかいなかった。でもとにかく。ほう。おお。なんか、先っちょになんかついてたね、あの光。まあ、行きましょうか。よいしょ。あ、こっから先行けない。あ、後ろにも行けない。なんだ？え、子供の頃こんな感じの木の実食ったよ、俺。焦げちゃった。え、何？うわ、キモ。キモ。いやー、なんだ？あー、ここで始まるってことか。さすがにここはフレームレート落ちるね。ん？
絶対さっきのキャンプ場じゃないよね。お前なんだよ。あそこになんかランプがあるね。触れる。で、これかな？ああ。別に、つけなくていいよな。つける意味あんのかな？十分明るいけど。ちょっと眩しい。なんかもう、ちょっと待って、いや、こんなくっきり境目ある？これさ、くっきりしすぎだろ、境目。もうちょっと自然な感じでさ。いや、いいけど。いや、もう砂漠じゃん、もう。ガイドアップデイティッド。これもうどんどん進んでいいんかな？なんか眩しいな。お、お、お。月があるね。なんかもう前方にさ、すでになんか気持ち悪いなんかあるよね。あの、穏やかな時のオウムみたいなのがあるよね、あれ。あー、なんか、完全にもう地球ではない。トーデルメアみたいな感じ？明るいトーデルメアですね。なんかあそこにあるね。うん。いやー、ちょっとこれ、歩いてるだけでも楽しいよ、このゲーム。この感じはやっぱミストだね、本当に。さすが精神的続編と言われるだけのことはある。なんか変な音がするけど、これ？こっからかな？うお、なんだ？え？ Welcome to？ なんてこれ？何これ？ああ、これか？Hello. 誰？ Ciao. Hola. いや、こんにちは、こんにちはでいいよ、こんにちはで。Ni hao. Welcome to Hunra. いや、結局英語かい。世界のさ、各国の挨拶したのに、結局英語かい。たださっき今、ヨセフって言ったよね。なんか、ヨセフって名前出たよね、最初。The others who have come before you will help you adjust. はあ。結構人がいるってこと？ファーリー。え？いや別に俺ここで生活なんかしたくないんですけど、帰りたいんだけど。三角屋根ってあれ？あそこに行きゃいいってこと？なんかでも他にもいろんなとこあるよね。どうしよう。言われた通りに言っとく？なんか線路あるよ。なんかすっげえ音がするんだけど。いやもうこの線路はもう完全にさ、なんか、ねえ、トロッコ的なやつが動くんでしょ？乗りたいんだけどな。まあ一応言われた通りに言っとく？あの三角屋根の。いやでもなんか地球じゃない場所だと思うんだけど、生えてる植物とかは完全に地球と同じなんだけど。でこれ行ける？あそこだよね。行けんのかな？これ行けます？あ、行けるんだ一応。だからすっげえここガクガクする。え、マンホール？ん？マンホール？下水があんの？ここなんだここ。ちょっと待って、世界観がよくわからんな。1234567891031436。うわ、もうボタン押せってことかな。これ押すか。おう、キャサリンではないのね。え、止まったよ。おい、え、なんですって。え、穏やかじゃねえ。なんだよ、それ。
ちょっと待ってくれ。なん、信頼してる人に、CW はもう亡くなったよ、もう。ニコロさんでしょ、ニコロさんもう亡くなったよ。いや、それ、先に言ってよ。俺それやろうとしたんだよ。へえ。洗濯物が干してあるな。これ家って入れんの？アカネ。ワーニング。Do not approach anything that even remotely resemble ってなんだっけ？サニタリウム出てたんですよ、この単語。This diagram unless it has been disabled。 うん、わかんない。わかんないな。封鎖されて。この家は入れないと思っていいのかな、じゃあ。ミストの鉄則としては、触れるもんは必ず触る。ここってなんかいけそう。あ、いけね。いけそうだけどいけない。待って、ちょっと待ってね。ジャンプとかできるのかな、これ。大抵こういう時はスペースがジャンプ。写真？スペースは写真ですか？まあ、ミスト4以降ね、写真結構撮ってきたからな。いや、もう、もういいよ。もういいよ。一緒でしょ？多分、喋ること。これ開けれる？あ、いけそう。開く？あ、開いた。キャロライン・ファーリーへ。もしくは、ここへ戻ってきた誰かへ。私ですか？もう、5日が経ったが誰も戻ってきていない奴らの目論みが、うまくいかなかったのだと信じたい。驚くことにまだ俺は生きている。この事実に戸惑っているが、かすかな希望も満たしている。ニコルさん、穏やかじゃないな。潜水艦小屋なんかあんの？閉めとくか、一応。この世界は何なんだろうね、本当に。ここか。なんかあそこに、タンクみたいなのがあるね。なんかもう、ほんといろいろ行けるとこが多すぎて。なんだ？何や？何？あいつ何？なんだあいつは？これポイント切り替えですね。こうってことか。なるほど。はい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 。これでポイントを切り替えて、目的地に行けるようにしろってことかな。おそらく。ただ、トロッコがないね。トロッコどこだろう？これは今、どう向きになってんだ？あそこにもなんかあるな。ちょっと待って。とりあえず、なんかホログラム的なやつは全部拾っていくか。よいしょ。またお前か。どこが？反映してないよ。はい？すっかり寂れてますが？いや、全然。お前含めて二人だけだよ。てか、ちょっと待って、連れてこられたってどういうこと？無理やり？そんな怖いこと言わないで。システムショック2みたいだから。メニーの話になってくるから。で？
なんだあれ。なんかあるな。なんか気持ちの悪い青い何かがある。ちょっと近づいてみるか。なになに？これもしかしてこの青い光線が当たってこうなってるってこと？いや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 。やばかった今。あれを、なんか違う場所に当てればいいとかかな？ってなると、ここ入れんのかな？あ、ボタンがある。これは押しましょうよ。反応なし。反応なし。開かない？まあいいや、こっちから入るか。ん？なんかあるね。これは？ああ、これトロッコの終点かな？私のミスト実況をよく見てくれてた人はわかると思うんですけど、最初のうちはね、私、謎解かないんですよ。観光したいんですよ。観光しながら、自然と謎を解いていくっていうのが、いつものパターンですね。なので、サクサク進むタイプの実況ではないです。そこはご了承ください。なんかあるね。これ触れる？触れないの？こっちは？あっち行けそうですね。ちょっと待ってね。ここは？なんだこれ。電力が来てないとか？ん？ん？なんか。え？なになに？なに？え？おお！開けて？新入りです。新入りかどうかわかんないけど、新入りです。タイミングが悪い。どういうこと？あ、これ、潜水艦小屋か。お前、CW ニコル。え？どういうことだよ？ニコルさん。え？何？どういうこと？ニコルさん？うん。開けてくれ。お？あ、でもこいつを信用していいかどうかだな。はい。モーファン？モーファンって何？封鎖を解かないと、少しじゃなく、電力。うん。ブンブン言わせることができたら？ああ。そういうこと？電力を復旧させればいいのね。とりあえずその電力を復旧させればいいのは分かったんだけど、こっちはなんだ？これなんかエレベーター的なやつじゃない？ひょっとして。よいしょ。よいしょ。ほら。なんか上行ける？こっちでいいのかな？これ怖えな。いや、めちゃめちゃ怖いんですけど。これもミストあるあるですよね。落ちたら死ぬよねっていう状況が。これ落ちるひょっとして。あ、大丈夫だった。よかった。
さすがにないよね。だって今俺、レルトの方もないしさ。こっちは、あ、レバーがあるけど、これ多分なんか水門かなんかを開けるレバーかな？これ。こういうのは触っとくべきだよね。よし、ちょっと。うん。開いたね。これで、なんか流れ出したと。で、これでどうなるんだ？あそこがまた閉まってるから、あそこは開けりゃいいのかな？多分。うん。俺、どっちから来たっけ？ちょっと待って。やっぱ迷うな。相変わらずですね。さすがミストの精神的続編。絶対こっちではないな。これなんか違うとこ行ってんな。あ？ん？え？ん？どうなってんのこれ。え？なんかあるな、あそこ。え？え？入れまへん。なんだろう。後々、行けるようになるのかな？ニコルさんはなんか牢獄って言ってたけど、ひょっとして今の話かな？あそこがなんか行けるようになるとか、そんな感じなのか。で、行ってない場所。左行ってないかな？うわ、もうここ落ちるよ、絶対。絶対なんかいつの日かバキバキって行くって、これ。あ、行ってねえ！クソ！こっちは？あ！これ。これなんか、操作できないかな？触れるところ。ない。そう、なんか、これ絶対なんか向き変えると思うんだけどな。まあ、しょうがないな。本当にいけない？こういうとこね、確かに逃しがちなんだよね。とりあえず、ジャンプもないからね。しゃあないね。とりあえずじゃあ、戻るか。ちょっと待ってね。はい。ちょっとこのガイドをね、消す方法を探してたんだけど、ないのかな？なんかどうしても出ちゃうんだよね。だからあれが出ちゃうとちょっとこう、世界観になかなか浸りづらいっていうかさ、なんか消す方法あると思うんだけどな。ちょっと次回までに探しときますね。すいません。で、どこだっけ？確か、なんかもう一個ダム的なところがあって、そこを開けたいんだけど、それがどこだったか。こっちじゃなかったっけ？あれだ。あれですね。あ、でもなんかあそこに、ホログラムがあるな。走っちゃうか。よいしょ。ザ・ウォーターフォール。お前かい。
こいつ何者なんだろうな。ヨセフだっけ、この人。ちょっと生え際が後退してるヨセフさん。なんだろう、この人がこの世界っていうか、多分別の惑星っぽいけど、ここに移住しようみたいな計画を進めたんだけど、それが失敗したとか、そんなことなんかな。OK。で、走っちゃうか。よいしょ。ここを開けりゃいいと思うんだけど、これかな？よいしょ。あれ？ダメですね。あそこにもあんな。なるほど。一筋縄ではいかないと。あ、なんだ？なんだこれ？これ直接触る？あ、触れる？触れる？いや、でもこれ。あ、いけたわ。行ったわ。なんだよ。直接触るって。じゃああのレバーなんだ？これなんだろう？どう考えても、ここに繋がってるように見えるんだけど。まあいいや。開いたからいいや。ただなんかあれ、閉めれるっぽいんだよね。だから、いつかあそこを閉めるときが来るんじゃない？で？開かない？これは？開かないのか。ちょっと開かないとこ多すぎるよ。歓迎する気ゼロですね。まあいいや。よいしょ。ちょっとここ、カクつくから、とっとと抜けよう。とりあえずこれでなんか、水の流れができたっぽいんだけど、電力を復旧させるっつってるけど、まだだよね、多分。全然なんかそれっぽい手応えがないもんね。なんか他にもやることがあるんだろう。まあ行ってないところもいっぱいあるしね。ん？なんだこれ？魚？いやもう手入れが行き届いてないよこれ。枯れてんじゃん。他に、あれは見たもんね、確か。あのホログラムは。金槌。関係ないか。この針金なんか至るとこにあるね。このワーニングってやつ。こっちはなんだ？なんか、穴があるな。この中に入ってみたら、何があるんだい？これは、開かない？なんか、入れそうで入れないところばっかりだな。待って待って、もしかしてこれ5回ノックしたらいいとか。ないか。
ここは？もうなんかここ来たかどうかも覚えてないんだよな。あ、なんかぐるっと回っただけか、これ。ぽいですね。あ。これは見てないぞ。またお前か。ツリー。ツリー。これ？あ、あれか。あの赤いなんかモミジみたいなやつか。セル。ここセルっていうの？Including some interesting seeds that you will learn more about. Many have postulated, yet we really know very little about its origins. But we do know it should be cherished and protected. いやー、全然言ってることが分かんないわ。